ダマだけでタンマ。最近ね、前置き長いって言われるんですよ。じゃあさ、この頃5秒以内にコースに入っていく。はい、どうもピューキングです。今日はこのコースやっていきますか。で、スタートの矢印どこいるみたいないや、それが普通なのかもしんないね。でも僕はこの画面だけでも伝えたいことがたくさんあるのよ。まずコース名、そして制作者、さらにはクリア率からのサムネ。どうよ。知らねえよそんなの。お前がただ言いてえだけじゃねえか。まあ今後不評が分かったらオープニングを変えていくかもしれません。それじゃあ本編入っていこうか。どうもタマキングです。タマキングは、いやもういいや。今日もトロールコースと一発マリオをやっていきますか。今日のトロールコース、コンプリートリーノーマルプラットフォーミングということで、完全に普通なコースということでしょうか。でこれね、とんでもないバグを作るワゴンさんっていう方が作られてるんだけど、このコースはバグとかないんだろうね、きっと。ノーマルプラットフォーミングって書いてるもん。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.93% で、今朝なんだけど、さっき起きたばっかなんですよ。だから滑舌中がもう速攻滑舌悪いじゃねえか。で今バグあったよ。え、コンプリートノーマルプラットフォーミングじゃなかったんですかね。よっしゃよっしゃバグがあるみたいだ。左から入っていこうか。土管に入りませんね。じゃあ右の土管だ。いや、バグがあるって分かっただけでこんなに楽しみになるもんなんだね。そしてこの花ちゃん踏んでいいのかい。あ、普通に踏めるんだね。そして土管に入っていく。よしよしよし、まあ全然間に合うよ。え、こっちは普通の土管入れる？外枠入れない。で、気になったんだけど、左の土管入れないのかな。一旦試してみていい？入れそうにないわ。じゃあドアに入ってって、次こそちゃんとドクロリフトに乗るよ。左にワープするからね。そしてこのパンブロックを叩けばいいのかい。あー、パンを叩いた瞬間すぐ左のこの土管に入っていく。バグりすぎだろここは。面白いトロール講師じゃねえか。まるで何かのアトラクションに乗ってるような感覚だね。完全に目が覚めたよ。みんなちょっと見にくいと思うけど、頑張ってついてきて。なんでみんなが頑張らなくちゃいけないんだ。さあ、このカキに乗って土管の方に行ったら、花ちゃんのところに出てくるんじゃない。オーケーオーケー、そんくらい読めてんだよ。そしてバネに押し出されて、このパワーブロック発動してドアに入ればいいのかな。え、難易度としては全然余裕じゃない。この花ちゃんもさ、四角の枠に来てくれるみたいな。ポンポンからのポン。まだ来てよ。僕は何かを言う準備できてるんだって。ワーとかキャーとかさ、こっからやれ。僕が欲しいのは中間ポイントじゃないんだ。罠が欲しいんだ。頼むチョロップ、僕に罠を。この毒入ったら右出てくるのか。そうだ、それでいいんだ。頭おかしいって。これさ、種さえ分かればそんなに難しくないようなコースかもしんないね。ただ土管を移動するだけみたいな。このドクロリートずっと一緒に持っていかなきゃいけないのかい。どっから出てきたお前は。トロールコースと改造コース、ジャンピングコースが混ざったようなコースなんかもしんないね。この近くなんかちゃんと行き道がだだ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 がんでおけばいいのかな。え、中間ポイント戻し、優しいところあるじゃねえか、マゴさんよ。ここを戻してやられると思ったけど、あ、ちゃんと足場があるよ。いや、絶対最後にバグが来るかもしんねえ。気をつけよう。ゆっくり歩いていこうか。頼む、何もない。一生やし。いや、最後にすげえシンプルな罠来るの卑怯だって。これ普通に落としたら上上がってくれるかな。でゴールすればいいの。いや、このコースまだまだ遊びたかったね。すごく楽しかったです。どうもありがとうございました。で、みんなオープニングで言ってたさ、スタートに入るまでが長いっていうコメントをもらったっていう件なんだけど、それをめちゃめちゃ早くした例出してみるわ。今日はこのコースやっていきます。それじゃあやっていきます。まずリフトに乗るみたいな。どうこの速さ。無駄なもんがなくていいかもしんないな。僕のしょうもね雑談なんかもないし、変なオープニング用のコースも作らなくていいし、大体ね、これが普通なんだよ。ほとんどのマリオメーカー実況者の方がこんな感じで始めてってんじゃない。もうみんなおかしくなっちゃってる。
で、さっきはね、バグったプラットフォーミングコースやってたけど、ここはどうすりゃいいんだい。うん、課金の T の件、そしてブンブン丸からのドクロ。いや、なかなかいい感じで進んでんな。バグってなければこんな感じなんですよ、僕は。余裕のよっちゃんさ、0. 何パーセントがなんぼのもんじゃい。さあ、ここは四角の通りに行っていいのかい。花ちゃん、頼むよ。ここも四角のところに来て。オッケーオッケー。これはもうノーミスでいけませんですわ。罠が来ないってなんて楽なんだろうな。でもちょっと物足りなくなってる自分がいるのが怖いね。さあ罠よ来てくれ。クロハケねえだろこんなコースで。普通のコースなんだよ。じゃあここはクリボン乗って、クリボかカキボかよくわかんないけど、いやなんかやられる予感しかしねえなここ。でもなんとなくでいけちゃうんです私。さあここは1キャップを取って。このコース、騙しコースだね。はいはいはい、もう分かれば余裕のよっちゃんよ。一キャップを取ろうとしたらやられるということは、このコース、トロール要素が勝ってきてるんだよ。そういうことだ。もう僕は騙されないぞ。無事に50コインが取りました。そしてここはどこに行けばいいんだい。メカクッパを踏んでリフトからのリフトでもうゴールやるんじゃないのか。やったービタキャ、笑がなかったらこんなもんや。皆さん、秘宝があります。僕が好きなあのテルルさんというトロール制作者が永久赤番を食らったみたいです。いつかの動画で赤番を食らって僕はザナーねーで一生そのまま凍結してる。本当に言ってしまったんですけどそれが本当になったみたいですね。いやガチで思ってなかったんだよ。本当になるのか思わないじゃん。でそのテルルさんから DM が来て、私のコースを他の方が協力して出してくれましたっていう内容だったんですよ。それがこのピオキングさん、スキディっていう方なんですけど、まあこいつはいいや。冗談冗談。本当にありがとうございます、ピオキングさん、スキディさん。ちょっと言いにくいな。だからこれは一応テルルさんのコースみたいです。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。で説明文見た？シャープピオキングキモって書いてるんだよ。もうそう思われてるから僕テルルさんからひどい女だよなあいつ。てめえもひどい親父だよ。テルルさん、僕は久しぶりに君のコース遊べてワクワクが止まらないんだ。ヒントなんていらないよ。速攻でヒントなんていらない。僕は君の藁という愛が欲しいだけなんだ。テルルさん、人が下手に出りゃちょっと大人を舐めすぎてない？急に口悪い。さあここは下に行けばいいの。いや下は行けるわけね。このドアに入れないのかい。どうなんだよ。まあ1時間で作ったってことだから、そんなに長いコースじゃないと思うんですよ。で1時間でここまで作れるもんなの？僕が1時間かけたらオープニングのコースぐらいだよ。やっぱトロール制作者ってすごいんだなって思います。さあドアに入っていきましょう。どこに出る？上に出たね。ママママドアに入る。そして出た瞬間に右を進化してバブルをかわす。そして右に行けばいいのかい。あの敵はこっち来るんじゃないのか。どうなんだ。わかってんだよ。危ねえ。分かってなかったですけどね。さあこのツタに捕まって雲のところまで行こうか。この雲に乗って次はどうすればいいんだ。ストライク。テルルさん見てるか。気持ちいいだろうな、こんなに綺麗に魚にはまる人間がいたらよ。でこれ下に行けばいいのかな。いや上の土管に入るが正解っぽくない。上バーがあるから行けないもんな。多分こっちで合ってる合ってる。そっちかさっからこっちで合ってんのかな。左を進化してみる。あ、これでクッパクラーンに乗ることは回避できるんだね。でも上は渡れない。下足場があるからあっちに行くんだと思うんだよね。だからクッパクラーン乗ってすぐ下に降りる。オッケーオッケー。待て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 。すぐに降りるキャラのこの場所で待っておけばいいのかな。オッケーオッケー。さあこの場面乗った。よいしょこのテルルさんよ、君はそんな人だったかい。隠しブロックにただ魚を仕込むだけの人だったかい。上にツララがあるのも見えんなよ。あんたツララに僕が引っかかるか。うまいじゃん。そうでなくっちゃねえテルルさん、君は僕の会社にふさわしいよ。後で来ないかい。僕の会社にここは叩いてよかったのかな。叩かないで行こうか。いや叩いた瞬間このデカキノコを取ってすぐ左に行く。でここでチビになっていけばいいんじゃない。オッケーオッケー。でこれはどうすればいいの。ドアに入ろうか。左下に行くような気がする。もうゴールがあるよ。マリーの人生のな。いや左下もすげえ気になるな。多分何もないとは思うんだよね。まあまあ扉入っていこうか。でここはジャンプしたらダメで、こっからどうやってゴールするの。多分何もしなかったらツタが出てくるみたいな。絶対下からかなんか来るよ。気をつけた方がいい。スペラレバブルとか早すぎて絶対無理じゃん。どうやって避けんのよ。なんだてめえ。ならどうやってゴールするかなんだけど、急いで行ってみようか。急いで右。いややっぱ進ませてくれねえか。
あえて上から行ってみる。これ下からもゴールできそうなんだけど、一番上から行くよ僕は。右のドアすげえ気になるもんな。どうするピオキングさん、好きって書いてたら。いや、出れるな、テルルさん。こういうやつなんですよ、テルルって。ゴールさせろよ。まあ、あえててっぺんからゴールしろっていうことで、もう本当に振り回してくれるね、テルルさん。これでゴールだろ。やったいや、本当にすごい楽しいコースでした。いつもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。キラー砲台一つ置いただけということで、サムネを見る感じマジでキラー砲台が一つしかないんだよね。たったこれだけなのにこのクリア率すごい難しいんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.79%。 いや、どういうことなんだろうね。キラー砲台一つだけでゴール条件もないんだよ。実は上から何かたくさん降ってきますみたいな、それか隠しブロックかなんかが。ずるい、キラー砲台一つまで行ったじゃん。準備してるこの方。いや、しかも綺麗にゴール塞いでんな。いや、どうやってゴールするんだろうね。なら開幕ラッシュだ。これでゴールができませんね。え、どうしよう。開幕右ラッシュしてもゴール板に間に合わないんだよな。左にキラー置いてるってことは、多分この砲台が、あ、壁キックすればいいんじゃない。今みたいにさ、壁キックしたらギリギリ間に合うみたいな。はいはいはい、もうゴール方法見つけちゃったよ。いや違うんだって。すぐにジャンプしよう。これでいい。うわ、届きそうで届かないのか。え、今の届く。ちょっともう一回やり直してみていい。ギリギリ届かないように設計してるんじゃない。うわー、いけねえ。めっちゃ惜しいところまで来てるんだけどな。で、この砲台がコイン出してるじゃん。これを取ることによってスピードが上がるみたいな。マリカじゃねえんだよ。多分めっちゃ早く壁キックしなきゃいけないんだろうな。これはやったなるほど、一回地面について下からしゃがじゃんでゴールできるのか。いや、これも新しい一発マリオだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。シューリンガン耐久、チャンスが来るまでにって書いてるんだけど、シューリンガンっていうのは鉄球のことですね。で、サムネを見る感じ下に小さい鉄球が1個あるじゃん。あれに乗り続けろっていうことだと思うんだよね。いや、これは難しそう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.5%。てか、そもそもが狭いんよ。あの鉄球に乗る場所が一マスしかなかったじゃん。あそこに乗り続けるっていうのはめちゃめちゃ鬼畜だと思うんだけど。さあ、こう、開幕それいる？じゃあすぐに鉄球に乗っていこう。鉄球に乗るのは難しくない？天井が低いからさ、そこでスピンが解除されてしまうんだよな。あ、いた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 。で、で、こっから40秒以上耐えろみたいな、多分そういうことだと思うんだよね。上のボム兵が左のオンオフのところ行くまで。いや、すぐ行くよな。行ってもまだあのブラパには当たんない、挟まれないという感じかな。ああ、なるほどね。まあそこを見る余裕ぐらいはあるよ。今25秒ぐらいか。これ確か40秒以上耐えなきゃ最速が確かそんくらいだったからいけないと思うんですよ。さあ、いつもより多く回っております。っていうか、これ大丈夫？動画として大丈夫？ずっとこうやってやってるだけでさ。しかもさ、これやってみたらわかる。めちゃめちゃ不安すごいよ。いつ落ちるか、いつ落ちるかっていう不安がさ、見てるみんなもね、ちょっと不安になってるかもしんないけど、やってる僕が一番不安ですね。そろそろ40秒経つんじゃないのか。来たいや、すごく斬新なコースでした。とても楽しかったです。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。